ご視聴ありがとうございます。今回は大阪梅田を起点とする阪急電鉄の駅のご紹介です。使われていない質素なホームと地下通路にある謎の改札、そして反対側が見えるもう一つの通路の謎を解説します。その駅が阪急今津線の仁川駅です。直通列車がないので阪急梅田駅に乗り入れる路線の一つ、小宇部線の西宮北口駅で乗り換えです。西宮北口駅の乗降客数は1日平均で7万5000人ほど。大阪梅田駅には負けますが、阪急全駅で2番目の多さとなっており、コンコースには広場もある、おしゃれな駅です。この駅、後で再び出てきますので、覚えておいてください。仁川駅が属する今津線は、西宮北口駅で線路が分断されており、今津北線、南線などと呼ばれることがあります。北線のホームは3面2線で、6両編成対応です。そして阪急といえば、このマルーンの車両です。特別仕様となった一部の車両を除けば、最新鋭の車両も含めて一色塗りにされています。窓の上には雨よけがついているこの車両は、なんとパワーウィンドウ搭載です。6両編成の車両に揺られて3駅6分、33パーミルの勾配を上がりきると、仁川駅が見えてきます。ちなみに、手前で渡るこの川が、駅名の元となった仁川です。場所によって作りが異なるホームの土台から、この駅が歩んできた歴史が感じられますが、駅自体は2面2線の相対式で、変わったところはなさそうです。ところが、注目すべきはそのさらに奥、下り本線の先には留置線があり、本線は左に分岐していますが、その右手にご注目。対向列車の横には、もう一つのホームがあります。ただし屋根の類はなく、手前には階段もあるものの、改札機のような機械は見えません。西宮北口駅のホームは6両編成でもいっぱいだったのに、8両の停止一目標があるのが気になりますが、それはひとまず置いといて、列車を降りずにホームを観察してみます。人が立つための囲いはありますが、やはり改札機や券売機はなく、随分と質素な設備です。途中に2箇所、線路がガーダー橋になっている部分がありますが、これは左側にある池とつながる川を渡っているものです。土台の作りを見る限り、先ほどの相対式ホームよりも後に作られたことが想像できます。あっという間に通り過ぎてしまいましたが、この駅の見どころはこれだけではなく、むしろ線路からはあまり見えない場所にあります。これから、それらもまとめて見ていきましょう。仁川駅の前後では、線路は南北に走っており、改札は東西両方にあります。下りホームにベタ付きとなっている西改札から駅を出て、住宅街の周りを少々歩くと、駅のすぐ下り方にある踏切に到着です。相対式ホームから離れた場所に佇むあのホームを、もう少し詳しく見ていきます。ホームの手前にあるのは、建物というよりは建屋といった感じです。右手には事務室のような空間がありますが、やはり改札機はなく、改札業務を行う場合は駅員が配置されるようです。建屋の左側が木製の壁ですらないあたり、哀愁が漂います。足元をよく見ると、雑草がちらほら生えています。ちなみにあのホームにつながる通路は、踏切のすぐ横にあるフェンスで仕切られており、これより先へは行けません。このホームの正体を解説する前に、そのヒントになる施設をご紹介するため、一旦駅に戻ります。西改札の横には、東西のホームを結ぶ連絡通路があります。随分幅の広い階段を降りていくと、視界の先に銀色に光るスリムな機械が。連絡通路の真ん中、線路の真下に当たる場所には、西宮北口駅で見かけたのと同じ改札機が1台だけ置かれています。実にシュールな絵面ですが、注目すべきは、その奥の扉。入り口専用と書かれており、インターホンは改札の外側にしかありません。ただしこの改札機、電源が入っていないのか、表示が出ていません。出口側の投入口は中止と書かれたプレートで塞がれていますが、入り口側も爪状になった赤い部材がかかっており、通れないようになっています。ゲートが開いているので気づきにくいですが、通れないというのは奇妙です。阪急のマルーンと銅色に輝く金属の飾りがアクセントになっている改札機、足元には床が丸く埋められた跡もあります。ただし、注目すべきはその数字。阪急の駅の改札機には、1台ごとに番号が振られています。改札ごとに1から振られている場合もあれば、複数の改札で連番になっている場合もあります。ということは、この駅には少なくとも、あと13台の改札機があることになります。ただし、この駅の乗降客数は、1万6000人ほど。
5倍近い乗降客数を有する西宮北部地域でさえ、改札機は全部で17台。それに引けを取らない数の改札機があるというのは、腑に落ちない話です。その答えは、この階段の先、まだ見ていなかった東改札にあります。幅の広い通路を上がりきった先には、残り13台の改札機が並んでいます。改札口より数メートル高い場所にあるホームから見ると、整然と並んだ改札機が、主要駅にも負けない迫力です。左端には、先ほどの改札機と連番になっている13番の機械がありますが、電源が入っているのはフェンスが開いている窓口側の6台だけで、それ以外は使用されていません。そしてこの改札機の前には、臨時出口と書かれた看板と、競馬開催日の文字が。実はこの駅は、関西有数の規模を誇る競馬場、阪神競馬場の最寄り駅なのです。普段は稼働していない改札機は競馬開催日のみ使われるものですが、臨時改札口というより、稼働する改札機が増えるといった方が適切かもしれません。阪急電鉄の駅構内図では、単に東改札とだけ表記されています。そして、臨時改札口の正面にある通路が競馬場までつながっているというわけです。東口は西口とは違ってバスロータリーなどが整備されていますが、この通路はすぐに地下に入り、道路などを渡ることなく競馬場と行き来できます。競馬開催日ではないので通路には入れませんが、途中には10台を超える券売機が設置されており、混雑緩和に役立っています。そしてあのホームは、競馬開催日の混雑緩和のため、1972年に新設されたものです。数年前までは自立式の駅名板がありましたが、今ではホーム上に看板の類はありません。ちなみに、競馬開催日でも臨時ホームを使用せず、通常ホームのみで客扱いすることもあります。競馬は多少の雨では中止にならない一方、このホームでは雨が降ると濡れてしまいますし、駐札の手間がかかるのもネックになりそうです。そもそも、駅名板がない時点で、ホームとして運用する予定はないようにも思えます。一方、序盤で通った西改札には、3台の改札機がありました。これらの番号は連番にはなっておらず、これらも含めると、仁川駅には西宮北口駅と同じく17台の改札機があることになります。このチャンネルでも過去に競馬が関わる駅をご紹介しましたが、レースが終わると観客が一斉に出てくる競技だけに、それに対応する施設は大掛かりなものになりがちです。ところで、先ほどご紹介した改札機、妙に離れた場所にあることからもお分かりの通り、その役割は、東口の臨時改札機とは大きく異なっています。その謎を解くには、改札の横にある扉の向こう側に行く必要があります。内側からは出られない扉だけに、ミステリアスな雰囲気が漂いますが、向こう側は意外にも普通の連絡通路で、入り口は先ほど私がいた踏切の真横にあり、しばらく歩けばたどり着くことができます。駅の東西を結ぶ地下通路の中ほどにある扉の正体、それは、平日の朝7時から9時までの間のみ利用できる、時間限定の改札口です。券売機が周囲にないので、あらかじめ有効な乗車券類を用意する必要があります。ちなみに文字が不自然に開いている箇所には、かつて阪急と阪神が発行していた直式のカード、ラガールカードの名称がありました。今は昼間なので改札は閉められていますが、平日朝の映像もあります。唐突に扉が開き、切符を投入して改札を通過する人の姿。いつもここを通っている人には当たり前の動作ですが、やはりシュールですね。この扉にはドアノブがなく、押すだけで開けることができます。鍵もついていないので、営業時間には扉の外側にあるシャッターが開けられるというわけです。この改札は、77年に先ほどの地下道が新設された時に追加されたもので、近隣の人が便利に利用しています。歴史が改札機と地下通路に凝縮されたこの駅ですが、この駅の歴史はこれだけではありません。先ほど通った連絡通路や、西宮北口方面ホームと東改札とをつなぐ動線には階段しかなく、一見バリアフリー的に優しくない駅ですが、先ほどの構内図にも映っている通り、この駅のバリアフリー化はすでに完了しています。そして2つのホームをつなぐ通路が、先ほどの幅の広い連絡通路の逆側にある、もう一本の通路です。2つあるエレベーターのうち、東側のエレベーターが3層すべてに止まるようになっており、スムーズに移動することができます。そして注目すべきは、このエレベーターの足元。東西を結ぶ通路の壁面には、ガラスの装飾があり、反対側には人影が見えます。そう、この通路、反対側には改札外で東西を結ぶ地下通路がもう一つあり、
間の壁にガラスの装飾がはめ込まれているのです。改札内外の通路が隣り合っているのは、先ほど通った通路と同じですが、この装飾が大きな相違点です。そしてこちら側にある通路には、両方とも東側に明かり取り用の窓があります。明かり取り用の窓があるのは西側のホームも同じですが、幅の広い北側の通路は屋根がかかっているだけで、こちら側とは作りが異なっています。すでにお気づきの通り、この通路はただの通路ではありません。この駅の全体像をおさらいして、その歴史をたどっていきましょう。東西にある改札のうち、メインは東改札で、バスターミナルも東側にあります。ところが、かつてこの駅のメインの改札は、先ほどいたあの通路にあったのです。現在の東改札は丸ごと競馬開催日用の臨時改札口で、あの通路も競馬開催日のみ使用されていました。もともと競馬のための設備なので、妙に幅の広い通路だったというわけです。その後、2000年代の再開発で東改札の前にバスターミナルが作られ、今の東改札がメインとなったのです。そしてこの駅を発着する列車の大半は6両編成ですが、競馬開催日には仁川駅で折り返す臨時列車が8両で運行される場合もあり、ホームの下には延伸された跡がはっきりと残っています。下り方はホームが分岐器にかかっているため、ホームが斜めに削り込まれていますが、その先の留置線には普段は列車があまり来ないためか、線路は結構錆びついています。競馬のための臨時列車はここ数年は運行されていないそうですが、平日朝に数本、大阪梅田駅まで直通する上り列車が8両で運行されており、8両分のホームは有効活用されています。ご視聴ありがとうございました。